ついにプロ野球ファンの待ちに待ったペナントレースが始まりました。12チームによる日本一を目指す戦い、今日から始まっています。初球ボール。インサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁で。4番キャッチャー森。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。低め外れました。ボール先行です。落ちるボール空振り。打ちました。今宮が掴んで3アウトです。4番キャッチャー森。これが1球目。初球ボール。154キロがいきなり出ました。2球目打ちました。ヒットになった。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。4番キャッチャー森。最初は変化球できました。アウトコースストライク。外れました。これが4球目。アウトコース、これは見送ってボールです。3ボールになりました。外れてフォアボール。まあここはね、割り切ってね、次のバッターで勝負ですよ。はい、ソフトバンクホークスが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。福岡ヤフオクドームからお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦、福岡ソフトバンクホークス対埼玉西武ライオンズの2回戦です。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。なるほど。さあ、そういった配球で攻めてくるのか。初球甘いコース、バットが出ませんでした。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ホークスピンチになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。4番キャッチャー森。ライトへ持っていった。大きいぞ。入った。ホームラン。切りました。ファウルボールです。今のはちょっとヒヤッとしましたね。そうですね。打ちました。ヒットになった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3試合連続の猛打。4番キャッチャー。これが初球。初球ボール。大きく枠を外してきます。ボール先行です。打ちました。打球はセンターへ。センター掴んでワンアウト。ソフトバンクホークスが僅差で勝利を収めました。
福岡ヤフオクドームです。パシフィックリーグ公式戦、福岡ソフトバンクホークス対埼玉市。抜ければ先制ですが、ライトが追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。さあ初球は何か。初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。2球目打ちました。取ってワンアウトです。4番キャッチャー森。今のは打たないといけませんね。まあ、変わって出たピッチャーはストライクを取りたい気持ちが強いですから。2球目打ちました。今宮が抑えています。ワンアウト。初球ストライク。次が2球目、大きく外れてボールです。打ちました。センターに大きな打球。さあどうだ。4番キャッチャー森。初球空振りです。改めてお聞きしますが、バッターボックスの森、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。まあそうですね、状況にもよりますが基本的にはライトへ。これは面白いところに飛んでいる。ここは打ち上げています。ソフトバンクホークス、痛い敗戦となってしまいました。Thank you.